パトリック・シーラは元フランス代表の卓球選手。2003、2007、2008年のフランスチャンピオン。1994年のヨーロッパ選手権でシングルスベスト4。1996年、2000年、2005年の同大会でベスト8に入っている。1999年の ITTAF プロツアーグランドファイナルでは男子ダブルスで優勝。2002年には ヨーロッパトップ12で3位になった。オリンピックにはバルセロナオリンピック、アトランタオリンピック、シドニーオリンピック、アテネオリンピック、北京オリンピックの5度出場しており、シドニーオリンピックでは卓球では珍しいガッシアンとの左利き同士のダブルスで銅メダルを獲得した。世界選手権では1989年のドルトムント大会を皮切りに1991年の 千葉大会、1993年イエーテボリ大会、1995年天津大会、1997年マンチェスター大会、1999年アイントホーフェン大会、2001年大阪大会、2003年パリ大会、2004年ドーハ大会、2005年上海大会、2006年ブレーメン大会、2007年ザグレブ大会、 2008年公衆大会と出場している。現代卓球において非常に重要である前陣での裁きはほとんどなく、あえて打点を落とし、しっかり回転をかけたループドライブを軸に、中、後陣からドライブやカットを駆使しつつ、ラリーを組み立てていくという環境をつけた卓球を展開する選手。また、カット打ちの達人であり、カットマンに対しては非常に分がいい。 ありがとうございます。